橋本かほと橋本のどかの G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントホーススプラウトの橋本かほと橋本のどかのダブル橋本でお送りいたします。お願いします。お願いします。ダブル橋本ってすごいね。ダブル橋本ですよ皆さんということで、のどかちゃんとは番組初共演なのでお互いの第一印象を言いましょう。はい、聞きたい、ね、実は、うん、そうなんです、私たち、うん、あの今日が初めましてじゃないんですよね。そうなんですよ、実は一回そう事務所のエレベーターであのすれ違ったことがあってこれをもう1回にカウントしていいのかっていうところなんですけど、そうですね、それ挨拶もなくお互いすれ違ったってなって終わってしまったので、ちょっと今日ここで初めて話してみて、なんか第一印象とかありますか？うん、そうですね、まずその事務所 の, そのエレベーターで、うん、あの一瞬だけお会いした時に、うん、カオさんがこう降りてきて私が乗ろうとしてたんですけど、はい、もうなんか開いた瞬間、そのドアが開いた瞬間からもなんかオーラがすごくて、やめてよハッピーオーラ、やめてよハッピーオーラなんかキラキラオーラがすごくて、もうなんかもう目をパッて一瞬で引くようなすごくもうキラキラしたオーラが恥ずかしくて、そうだよね、嬉しいです。いやね、今までのねこの立教 GP とねちょっと違う雰囲気がねまだキラキラしてるからね、うん、ありがとうございます。そういう意味ではね、はい、私はのどかちゃんに初めて会った時に、はい、インスタでも拝見してたんですけど、うん、なんかふわふわした可愛らしい雰囲気だなって思ったんですけど、うん、今日話してみて意外に声が低くて、あ、ギャップだなと思いました。そうですよ、うん、はい、いいギャップですかね、いいギャップ、いいギャップ本当ですか？なんかすごいこうギャップがあって、はい、うん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 、なんかこう話していくのすごい楽しみだなって思います。まあ本当ですか、うん、嬉しい。じゃあ今日も、はい、2人でダブル橋本で、ダブル橋本で橋本コンビで姉妹で頑張っていきたいと思います、はい、頑張ります、はいはい、ということでのどかちゃん、うんうん、さっきまで知られざるガリバーに出演してましたよね、はい、そうなんですよ、おめでとうございます、ありがとうございます。どこまで行ったんですか？茨城県まで行ってました。なるほど、じゃあさっきまで乗った新幹線で、新幹線で、はい、特急日立で帰ってきましたっていうのは冗談なんですけど、すごいね、あ、そうだね、あの収録なので、はい、今日のねテレビ東京の18時からの番組に出られてましたけど、ね、どうでした？はい、そうですね、うん、あのアンテックスというベアリングを製造してる、ね、はい、会社に取材しに行きました、うん、でなんか間近で製造する工程とかも見させていただいたり、うん、あとはもう本当にものすごく大きいベアリングとかがたくさんありまして、うん、はい、あの本当に貴重な体験をさせていただいて、な、ね、はい、なんかあれですよ、その今あの取材に行った会社がなんか学校のなんか関係が、はい、あの青山学院大学に今いまして、はい、あの理系のねあの学部でございますよね、はい、そうなんですよ、理工学部なんです。橋本さん、あ、じゃないね、あののどかさん難しい、はい、橋本さんちょっと2人分、ね、今日そうですね、のどかさんは、ね、今日、はい、のどかなんですけど、はい、そうですね、あの私理工学部で、うん、あの学科は違うんですけど、うん、そこの教授にちょっとそのガリバ出演するにあたって、はい、質問をしに行きまして、はい、すごい、機械系の先生のところに質問しに行って、うん、でそれでまあちょっといろいろこう事前に勉強していってっていう、はい、ことで、はい、あの大学の広報の方にも宣伝ぜひぜひしましょうっていう風に、うん、そこから、そこまで、はい、言っていただけて、はい、はいはい、そうですね、なるほど、だからあの青山学院大学のそのフェイスブックでしたっけ、あ、何か載ってるんですよね、はい、そのことがね、フェイスブックと公式 X に、はい、公式 X に載ってる、皆さんチェックですね、はい、ぜひご覧ください、ね、すごいですね、いろんなことやられててね、はい、かほ、はい、さんは、はい、最近先週の日曜日でした、はい、そうです、はい、あのイベントがあったとか、はい、なんか上りを立ててたよね、そうなんです、あの、はい、SNS 見てくださった方は分かるかと思うんですけど、うん、あの立教の昨年度のグランプリの準グランプリの2人で、うん、対面イベントを初めて開催しまして、うん、なるほどね、はい、なるほど、準 GP と GP で、はい、GP で、ね、GP が橋本さんです、はい、ありがとうございます、橋本さんじゃない、カホさん、ね、カホですいつも名字呼んでるからね、そうなんですよね、3名も呼ばないから、うん、そうなんですよね、
なんですね。それから1週間経ちまして、うん、はい、あの来てくださる方に T シャツ着てくださる方とか、あ、今日ね、はい、あのありがとうございます。まさに今日も見学ね、うん、右と左どっちが推しなのか知りたいですよね。どっちだろうな、どっちだろうなっていうね、知りたいですけど。そうなんです、はい、皆さんにあの初めて会うことができて、うん、あのお話しすることができて、うん、とっても貴重な経験でした、ね、ありがとうございました、いいですね。イベントのファンの方とも交流もできて、ね、なんかですか、食べ物とかもいろいろ出たんですか、そういうの。そうなんです、うん、それがたこ焼き屋の一日店長という形でやらせていただいたので、うん、ね、たこ焼き屋をジャックさせていただきました、はい、ジャックさせていただきましたよ。なんかね、グッズも完売したみたいなことをちょっとお聞きしました。そうなんです。どんなグッズあったんですか、知りたい。 T シャツ以外にね、T シャツとかそうですね、あと生写真、写真をつけてみたりとか、 あと缶バッジとか、はい、アクリルスタンドとか、こう私たち素人、アクリルスタンドまで。そうなんです、すごいね。素人ながらあの頑張ってグッズ制作させていただいて、うん、すごいすごい貴重な経験でした。なるほどね、うん、なんか噂だと3時間で完売したって。そうなんです、3時間。3時間って何時からオープンしたんですか。15時から18時でやってて、ずっと列途切れず、ありがとうございました。暑い中、はい、暑い中たこ焼き食べてね、たこ焼き食べながらねみんなやったでしょうかね、楽しいね、1日、はい、いいですね、3時間過ごしてね、ありがとうございました。お疲れ様でした、のどかちゃん、あの、はい、今日美味しいもの持ってきてくれたって聞いたんですけど、あ、そうなんですね、ちょっとそれ見せてください、はい、ちょっと皆さんに YouTube ご覧の皆さんに見せてください、はい、あの実はちょっと私お菓子作りが好きということで、はいはい、今日皆さんにあのバナナパウンドケーキを作って持ってきました。素敵、はい、素敵まあ、皆さんというとね、このスタジオに関連してる皆さんもこちらだけどちょっとすみません、はい、出演者とスタッフのね、そうですね、はい、出演者の方のみになっちゃうんですけど、はいはい、すごい。え、これってどれぐらいで作れるの。え、時間でも結構簡単に作れて、工程とかも、うん、あの割と簡単なので、うん、はい、30分とかそれぐらいですかね。すごいですよ、はい、すごい。美味しそうって来てますよ、すごい。わあ、嬉しい。ぜひぜひ。嬉しいですね。今度はあの来てくださってる方に。そんな大サービスしていいの？まあまあまあね。でもね、一応ね、食べてもらえるからね。食品衛生上の問題もあるからね。ちょっと、はい、ね、そこはね、手作りなので、はい、美味しく私たちが後でいただきたいと思います。はい、ぜひぜひ皆さん食べてください。すごい。さすがですね。ありがとうございます。差し入れまでね、手作りの差し入れって。初めてですか。いや、あの番組では紹介しなかったけど、うん、最後にあの、うん、終わった後にくれるとかありましたけど、あ、そうそう、そう、ね、すごいな、料理スキルが見習いたいと思います、ね、料理スキルはねあとね、あれですよね、橋本さんなんかあの、はい、MC? あ、 MC ラップじゃない方のね、あ、司会進行の MC にではなく、うんうん、あのペスカ、MC に、うん、どうですか、フットサルのペスカドーラ町田という、うん、フットサルチームのアリーナ MC をさせていただくことになりまして、うん、すごい、ありがとうございます。あのサッカーと違ってフットサルって結構小規模で、うん、あの行われるので、あのスポーツ初心者の方とかスポーツ何見ていいか分かんないよって方は、はいはい、ぜひフットサルぜひ応援していただきたいなと思います。ぜひね、応援したいと思いますね、はい、やっぱり、ね、いろんなね、こう世界がね、橋本さんを知ってる方にとって新しい世界がね、こういうね、はい、フットサルの世界っても見えると思いますんでね、うん、ぜひね、いろいろとね、こう橋本さん発信して発信していきます、ね、行ってね、橋本発信します。しかもね、あのインスタグラムか X でしたっけ、あの、はい、予定も書いてましたもんね。そうなんです、ね、次があの、うん、10月になっちゃってちょっと遠いんですけど、うんうん、ぜひ町田総合体育館で一緒に盛り上げていただけたらと思います、はい、盛り上げましょうね、お願いします。はい、いいですね、はい、というわけで今夜の選曲テーマ、橋本さんの、あ、橋本さんじゃないですね、カホさん、カホが、カホがお伝えしますよ、はい、今夜の選曲は海をテーマに私たちが選曲しました。そしてマイプレゼンテーションはこの夏食べたいスタミナ料理、さらに G アップあみだくじやクイズ G アップパーラーと盛りだくさんな内容です。さあ、今夜もイッツコムスタジオタマプラザからお届けします。それではオープニングナンバー、松田聖子で青い珊瑚礁をお聞きください。
私橋本加穂が選曲しました。松田聖子で青い珊瑚礁でした。今夜も始まりました、 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラートでは皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは msg@gup.info、 msg@gup.info、 または X にポストされている G アップスプラートの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は、 YouTube ライブのコメント欄または X でハッシュタグ G アップスプラートをつけてポストをお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。ここでリスナーの皆さんからたくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速紹介したいと思います。はい、ラジオネーム、はい、てつやさん、ありがとうございます。かほさん、のどかさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ダブル橋本ということで、うん、2人の名前を組み合わせると、うん、のどかほコンビになりますね。さて、世の中にはいろんなコラボ商品がありますが、うん、お二人が欲しいと思うコラボ商品はありますか？なるほどね。なんかあるよね。ご当地のね、キティちゃんと何かとかね。いろいろあるよね。コラボしてほしいって。ありますなんか。そうですね。私は、うん、アイドルが、女性アイドルが大好きなので、うん、その女性アイドルと、あとコスメのコラボ商品が欲しいですね。推しが使ってるリップとか使いたいです。なるほどね。あ、いいですね。それよくあるよね、カラコンとかね。そうです、そうです、ね、そういうやつだよね。その推しバージョンが欲しいなと。のどかちゃん、なんかありますか？そうですね、私ちょっと考えたんですけど、うん、まあ、今日せっかくカオさんと橋本コンビっていうことで、なんかカオさんと2人でグッズグッズね、最高じゃん。はい、ダブル橋本、ダブル橋本でなんかダブルですね。はい、G アップの X にも、なんかどことなく顔が似てますねみたいなコメントが、はい、いくつか来てて、ね、はい、3月生まれ一緒だしね。そうですね、同じ3月生まれっていう。7と11で18だよね。はい、そうです、7日と18日ということでね。はい、ダブル橋本コラボ、はい、コラボぜひね、できたら偉い方よろしくお願いします。感じでじゃあ G アップスプラートでね、はい、じゃあなんか作ってね、キーホルダーとか、はい、皆さんにね、ぜひね、て値段はいいねで、いいねで、いいねで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、続いてラジオネームレンさん、ありがとうございます。かほちゃん、のどかちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。橋本姉妹の会、うんうん、そしてかほちゃんが進行役の会を本当に楽しみにしていました。ありがとう。前回は初出演とは思えないほど堂々としていた記憶があるので、うん、今回も大丈夫なのではとワクワクです。橋本姉妹として今後も企画ができると嬉しいなと思います。だいぶ暑くなってきたので皆さん体調には気をつけてお過ごしください。カホタン大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。カホタン大好き、大好きすごくびっくりマークがいっぱいついて、ね、もう今度はじゃあお好み焼き屋さんを3時間ジャックして2人でイベントしますか。本当ですね。いろんな、ね、粉もんをジャックしたいと思います。粉もん、ジャックで、ね、クレープでもいいですからね。はい、ありがとうございました。続いていきたいと思います。はい、ラジオネーム EH510 さん、はい、ありがとうございます。のどかほちゃん、のどかちゃん、こんばんは。こんばんは。特にかほちゃんはミス立教の時の配信をよく見ていたので、実際生で見るのを楽しみにしていました。伊勢から青春18切符を使ってスタジオ観覧に行きます。橋本姉妹のトークを生で聞けると思うとワクワクしています。それではスタジオ観覧でお会いしましょう。あのことですね。いらっしゃってます。伊勢からいらっしゃったんですか。すごいですね。すごい。伊勢からね、うん、嬉しいですね。こんな、ね、青春18切符ね、確かにそういう利用できるね、うん、できますね。すごい、ありがとうございます。どうですか、生は。生のダブルのね、ダブル橋本姉妹どうですか。いかがですか。ね、多分ね、橋本カオさんの方はね、このなんか投げ銭とかいろんなこういう、そうです、ライブ配信、ライブ配信とか見てたんでしょうね、はい、多分ね。ありがとうございます。ぜひ1時間楽しんでてください。
はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、続いていきましょう。はい、続いてラジオネーム、うん、直樹さん、ありがとうございます。ダブル橋本さん、こんばんは、うん、こんばんは、こんばんは。そして橋本香穂さん、初めての進行役いかがでしょうか。緊張してます。緊張してると思いますが、うんうん、いつも通りの橋本香穂さんでいけばきっと素敵な放送になると思います。ありがとうございます。お二人にお聞きしますが、うん、良かれと思ってしたのに裏目に出た話とかありますか。うん、お二人のユニークな話楽しみにしています。ありがとうございます。良かれと思って何かあるかな。そうですね、そうですね。あ、なんかある、なんか例えば席を譲ってさ、はい、あ、ま、あのなんかその、ね、人に言ったら次の駅で降りちゃったみたいな、ね、あ、なるほど、うん、はいはい、私は、うん、あの弟がすごいプリンが大好きなんですけど、あの、テスト期間によく私プリン買って帰ってあげるんですよ。あ、優しい。そうなんです。で、良かれと思ってプリン買って帰ってきたんですけど、うん、あの祖母も同じことを考えていて、いい、ね、冷蔵庫の中がプリンまみれになってしまったので、あ、これはあのちゃんとプリンがお家にあるのかを確認しなきゃなと、ちょっと良かれと思ったんですけど、うん、裏目に出ちゃいましたね。じゃあ全部そのプリンをお姉ちゃんがいっぱい作った。はい、私がいただきました。美味しく美味しくいただきました。食いしん坊だからね。そうなんですよ、食べることが好き。そうそうそう、食べることが好きだから、ね、確認したいと思います。どんな感じあります？そうですね、私は本当に最近あったことなんですけど、うんうんうん、あの人を家に迎え入れるってなった時があって、うんうん、であのちょっと車が あまりにも汚れていたので、うんうん、洗車をしたんですよね。はい、母と一緒に洗車したんですけど、うんうん、であのその迎え入れる前日にしたんですけど、うんうん、次の日に起きてみたら鳥の糞が、そんなことある？はい、あ、わかるよ。はい、せっかく前日にやったのに、うん、あってなって、もっとギリギリにやっとけばよかったかなってちょっと思いました。はい、いや、あるよ、よくあの洗車した次の日雨とかね。あ、あの、よくあるから、あれですよね、悔しい、ね、せっかく頑張ったのに。そうなんですよ、綺麗な状態だったのにっていう。なるほどね。はい、じゃあ次から2人とも、ね、あのこの経験を生かして、うん、そうですね、開始しましょうね。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、ラジオネーム、はい、ヒーローロタさん、ありがとうございま す。橋本加穂さん、橋本のどかさん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。早くも橋本コンビが実現するとは想定外でした。うん、先日加穂さんが1日限定でたこ焼き屋さんの店員を務めた時、私は暑い中開始の1時間前から待ち、なんと先頭でした。すごいね。暑い中並んだ甲斐がありました。焼きたてのたこ焼きはとても美味しかったです。とても素晴らしい企画が実現してよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。この文章が伝わるのは、口の中やけどしなかったかなって心配がね。熱々で大丈夫だったかなと。そうですよね、一番最初に焼きたてでしょ。そうです、一番熱々の状態で、体が熱い中、日差しが熱い中、ね、うん、大丈夫でしたか。先頭でって、先頭ってすごいよね。暑かったと思うんですけど、前日からなんてたのな。あ、もうそれぐらい前から、そんなの iPhone が集まるみたいなね。そんなことはないだろうね。暑い中ありがとうございました。ではリスナーの皆さん、うん、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップでツイスター。今夜はリスナーさんの初夏たくさんが作った早口言葉です。はい、のどかちゃん、早口言葉どうですか、得意ですか。いや、ちょっと前回も若干怪しかったので。私も、はい、大丈夫大丈夫。不安です。じゃあ元気に頑張って答えてみましょう。はい、頑張ります。はい、じゃあね、はい、今渡されたものを見てみましょうか。はい、はいはい、では今週の早口言葉をまずゆっくり読んでみたいと思います。はい、お願いします。炙りカルビ。おお、なんともシンプルなお題ですけど、これかける5回ですよ。5回ですよ、これ難しいですよ、ね、これは定番の早口言葉ですけど、ね、でもね、こう焼肉食べたくなりますからね。あ、そうですね、ちょっとお腹空いてきちゃいました。まではまず私から行きたいと思いますので、うんうん、のどかちゃん、一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、頑張りましょう。いきますよ、ミュージックスタート。ああ、緊張する、ね、緊張するね、どうするんだろう。5回ですからね。炙りカルビ、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 あ、あ、いいんじゃない、頑張ったよ。よし、のどかちゃん、いけ、怖い。炙りカルビ、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 お、いいね、いいよ、頑張ったよ。お、頑張りました、私たち。いいね。
頑張りました。もしかしたらね、うん、もうこの番組終わったらね、うん、炙りカルビがいっぱい並んでるかもよ、差し入れで。お腹空いちゃいましたけども。はい、すごいですね。いや、難しかった。私たちなりに全力を尽くせたんじゃないでしょうか。とても良かったと思いますよ。はい、はい、ではのどかちゃん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい、皆さんにお知らせです。私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。詳しくは G アップスプラートの X をチェックしてくださいね。採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。はい、ご参加くださいね、はいはい、じゃあ今の早口言葉で口ウォーミングアップできたと思うので、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。今夜のマイプレゼンテーションは、この夏食べたいスタミナ料理、夏本番真っ盛りということで、皆さんスタミナつけたいですよね、うん、そこで私たちがおすすめするこの夏食べたいスタミナ料理をリスナーの皆さんにプレゼンしたいと思います。やったー、ね、スタミナ料理、はい、ではスタミナ料理、のどかちゃんのプレゼン早速お願いしてもいいですか。はい、わかりました。では、はい、なんだなんだ、お願いします。はい、私橋本のどかのこの夏食べたいスタミナ料理はこちら、値段を気にしないで食べる焼肉。おはい、どういうことですか、値段を気にしないで食べる焼肉。はい、そうですね、はい、まあ、スタミナ料理といえば、うんうんうん、まあ、お肉かなって思ったんですけど、ね、確かに、はい、確かに、あのすごく私焼肉が好き で、うんうん、で、はい、あの中でも牛タンがものすごく好きなんですよね。はい、で、まあ、でも焼肉屋さん行ったら、うんうん、まあ、食べ放題のコースとかもあるじゃないですか、なんですけど、うん、まあ、私の大好きな牛タンを食べたいってなったら、うん、なんか牛タンが含まれてるコースってなると、うん、一番上の高いコースになってしまうんですよ、なぜか。わかるわかる、わかりますか。わかる、そうなんですよ。だから、うん、あのあれですね、あんまりこう値段気にして食べると楽しさも半減してしまうので、うん、なるほど、あの値段を気にしないで食べられるお店を見つけて、うん、そうね、牛タンを、はい、目いっぱいお腹いっぱい食べたいなって思ってます。そうだよね、はい、牛タン入りコースだと高くなるよね。そうなんですよ、そうなんですよ、知らなかった全然。そうなんですよ、なぜか一番上のコースになっちゃったので、うん、確かに学生にはね、はい、ちょっとなかなか食べられないよ、ね、そうなんですよ、ちょっと自腹だと確かに、はい、大変だなって思う。じゃあですか、あのもしくはあれですか、焼肉屋さんで働いてまかないで食べるってどうなんですか。わかんないですよ、それが意味ある、ね、その手がありましたね。そうですね、意外とね、あの歴代の G アップスプラウトのメンバー、はいはいはい、あの現役じゃないですけど、過去のメンバーの方はね、焼肉屋さん叩いた人多かったんですよ、うん、なんか意外ですね。意外でしょ、カフェとかでみんな働いてそうなの。カフェでも働いてるんですよ、うんうん、働いてて掛け持ちで焼肉屋さんで、はい、掛け持ち焼肉屋さんって多かったですね、意外と。ぜひ、そうですね、私もこの夏は焼肉屋さんでバイトしてみようかな。すごい話が飛躍してバイトする話になっちゃいました。いやでもいいんじゃないですか、でもね、はい、あとね、最近だと焼肉じゃなくて牛タン専門店とかありますよね。ありますね、牛タンだけのコースがあったりとか、はいはいはい、なんかそういうところでどうなんですか、牛タンがもういろんな牛タン食べれるんじゃないですか、はい、焼肉じゃなくても。あ、そうです ね、それも好きなんですけど。好きなの、はい、いろんなのが好きだね、お肉食べたいよね、はい、よはい、お肉ね、いいよね、はい、いやお肉はね、スタミナ、僕ね、でもね、焼肉でね、好きな、焼肉じゃないけど、なんか野菜とかさ、うん、あのニンニクをさ、あの、なんていうの、あの油で揚げてるやつとかさ、はいはい、カリカリのやつとかさ、ああいうなんかサイドメニュー、冷麺とかさ、こうサイドメニューさ、好きじゃない、こういうのと、なんかあるそのサイドメニューで好きなメニューとか。え、なんだろう、焼肉でこれ絶対サイドメニュー食べるみたいなやつあります。あ、うん、石焼きビビンバ、あ、石焼きビビンバ ね、 いいね、はい、どう、カオさんはあります？私絶対お札バター頼んじゃうんですよ。あ、わかります、バター、あのバターに浸ってるやつ、あ、お腹いっぱいでもなんかあれは食べちゃうんですよ ね、 あるよね、わ、ね、かりますね、スイーツ感覚、そうです、そうです、あ、美味しいですよ、ね、なんかお腹空いてきちゃったね。ちょうどいい時間です、いい時間だから、ね、焼肉でも牛タン以外好きな部位あるんですか、なんか他には。そうですね、あとロース、うん、あ、ロース好きですね、意外とですね、うん、カルビとかじゃなくて、うん、あのさっぱり系が好きなんですね、さっぱり系が持たれちゃう、そうなんですよ ね、 ね、あ、まあ、脂身がちょっとあんまり、うん、あ、そうなんです、ね、そうなんですよ、なので、いや、いいですね、はい、そういう焼肉のね、何が好きかっていうことを、はい、のどかさんの分かりましたから、ね、これね、ぜひね、この夏は、はい、たくさん食べて肉を食べて乗り切りたいと思います、はい、はい、乗り切りましょう、はい、はい、
じゃあ、はい、続いて私プレゼン、はい、カホさんお願いします。はい、では私橋本カホのこの夏食べたいスタミナ料理はこちら、夏に食べる熱々キムチ鍋。うん、はい、これはどういうことですか。こちら大体、うん、鍋って冬に食べるイメージがあると思うんですけど、うん、ありますね。私の家族は夏でも構わず熱々の辛いキムチ鍋を食べるんですよ。いいね、みんなで汗かきながら冷房ガンガンにして食べるっていう。あ、いいですね。これが私のなんか夏の乗り越え方の一つにもなってますね。なんかあれすごいね、なんか全然なんかこの熱々のこの鍋のなんかもう汗かきながら健康的なあれね、食べ物ね、うん、夏ね。そうです。いや、いいね。なんかやっぱ冷やし中華とかそうめんとか、うん、体の内側冷やす食べ物って多いと思うんですけど、うん、いや、ぜひ皆さんにプレゼンしたいのは、この夏、一回ちょっと汗かきませんかっていう。いいね、食べ物で汗かきませんか、うん、っていう。うん、いや、いいですね。あえて、暑い夏に。ね、そうそう。どうですか、橋本花王家の、なんかあの、はい、熱々のこのキムチ鍋の特徴みたいなのあります？なんか。そうですね。うん、あの、うちは、うん、あの締めのラーメンまでしっかり食べるタイプなので、いいね、締めね、はい、キムチ のお鍋の汁をすべて吸って、うん、ね、旨味成分がね、そうです、ああ、一番美味しいんですよ、出汁が全部出たスープ、うん、なのでそのちゃんと締めの麺まで楽しんでほしいです、食べるときは。いいですね。いいですね。キムチ鍋美味しいよね。美味しいですよ。なんか夏に食べるのがまた好きなんですよね、私。汗かいてね、冷房かけて、その後お風呂入ってすっきりしてっていう、健康的だね。健康的な夏をたくさんかいて、でもなんか橋本さんってなんかあのお寿司が好きっていうイメージもあったんですけど、あのそうなんですよね。私お寿司屋さんで4年間アルバイトしてまして、あのお寿司には目がないんですけど。そうですよね。そうなんです。でもこのキムチ鍋にもね、海鮮たくさん入れて、あ、そこにも海鮮が、牡蠣とか、あー、美味しいですよ。いいね、なんかキムチ鍋って言うとなんか僕あの、牛、あの豚肉とあの野菜とかなんかあるんだけど、なるほど、海鮮も入れるってあるの。そうなんです。これ出汁が出て、いいね。牡蠣とか最高だね。食べてみたいです。食べたくなってきた。どんどんお腹空いてきた。そう、またね、あの美味しそうに食べるから、あの加穂さんは、はい、口を大きく開けて、大きく開けて、美味しく食べた。いいです。気持ちいいですね。もう一回食べてる姿見たことないから。そうそうそう、実際にパイソンさんの前でお寿司を食べたことがあるんですけど、あんな目の前でお寿司食べる見ないよね。あるんで、美味しそうに豪快に食べてますね。豪快だったよ、男らしいなと思ったもん。あ、そう、いい意味で、いい意味で、いい意味で気持ちいいなって。やっぱなんかこっちも食欲が出てくるからね。そうですよね。そそられますよね。そそられる。やっぱあんだけ元気よく食べるとね。じゃあちょっと皆さんの前で熱々キムチ鍋を食べてる姿なんかもね、ちょっとインスタ載せられたら、いいですね。この夏食べますからね。ね、いや、いいですね。ありがとうございます。ぜひぜひ、ね、なんか2人ね、なんかスタミナ料理っていうとね、うんうんうん、なんか今だとね、うなぎとか。確かに。どうですか、うなぎ食べます？うなぎ食べました、まさに。土曜の牛の日に。土曜の牛の日と、その前の日も食べました。すごい。2日です。26から24でしたっけ？24日でしたね。4日ですよね。確かに、そう、4日でしたね、今年。そうです。23、24と。23、24と。どうですか、うなぎを食べて。食べて、そうですね、あの、おうなぎ大好きなんですけど、うん、すごく元気になりました。よかった、それは素敵なことです、ね、そうですね、2日連続食べたので。2日連続ってすごいね。そうなんです。ふるさと納税で、いいね、取り寄せたうなぎを。いや、すごいな、ふるさと納税いいな、はい、いや、どうですか、うなぎを、橋本さんは。私今年食べられなかったんですよ。いや、またチャンスあるから。後ろ行って何回かあるから。その日だけじゃないから。そうまた何回かあるよ。確かに、あの、土曜の牛の日逃してしまって、もう、うん、この先1年食べられないと勝手に縛りをつけてしまって。そんな七夕みたいなあれイベントじゃないからね。別に、あの、うなぎいつでも食べていいんだから。そうでした。冬でも食べていいんだからね、うん、もうじゃあ今年はあの夏ね、このスタミナ料理、うん、うなぎも取り入れて。そうですよね、うなぎね、うなぎね、あの、やっぱあの、あれですよ、山椒かけてね、山椒かけて食べて、あの、食べる、あの、その、あの、うなぎのうな重ね、とか、山椒が美味しかったり、タレが美味しかったりと、いろいろありますけどね。本当だ。いや、
いいですね。うなぎもね、やっぱ食べたくなっちゃいますよね。いいですね。なんか、サイドのことながらお腹空きましたね。うん、お腹が空いて。お腹が空いてね、あの肝水とかね、あの、ね、水物も食べながらね。日本人でよかったって思いますよね、あの瞬間。ね、いいよね。いやでもすごいスタミナ料理良かったですね、二人のね、この紹介したね、はい、焼肉と熱々鍋という、はい、キムチ鍋ということでね、いや食べてほ、ね、食べてほしいと思います。ありがとうございます、はいはい、というわけで、この夏食べたいスタミナ料理のプレゼンいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんのこの夏食べたいスタミナ料理を YouTube のコメント欄や X でハッシュタグ Gアップスプラウトをつけて教えてもらえたら嬉しいです。それではマイケル・ジャクソンでスリラーをお聴きください。
お届けした曲はマイケル・ジャクソンでスリラーでした。Gアップあみだくじ、才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。あみだくじに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではのどかちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、欲しいものの話、くればな、最近見た夢の話、ドリバナ、私と太陽、サンバナ、私の自慢話、ジマバナ、私のキャッチフレーズ、キャバナ、そして当たりは、当たりは私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではのどかちゃん、1から6の数字を選びましょう。はい、では3番でお願いします。はい、3番のあみだくじ、なんでしょうか。お、どどん、欲しいものの話。おー、はい、クレバナですね。クレバナですね。だ、気になる、うん、そうですね、私の欲しいものは、うん、あの私、うん、ペンケース、うん、あの毎日大学に持ってってるんですけど、はいはいはい、実は中学2年生の時に、うん、友達から誕生日プレゼントでもらったペンケースをずっと未だに使ってまして、うん、すごい物持ちがいい。そうなんですよ、めちゃくちゃ物持ちが良くて、うん、で、あのなんですけど、でもちょっとあまりにもその中学生の時にもらったやつだったので、はいはい、結構デザインとかがなんか中学生っぽいデザインっていうか、ちょっと子供っぽい感じの、うん、はい、ね、やっぱ大学生が持つにしてちょっと子供っぽいデザインだったよね。そうなんですよ ね、 なるほどね、なんかキラキラシャカシャカできる、可愛いの、可愛いんですけど、うん、なんかそのくれた友達本人からも、うん、もうさすがに恥ずかしいから使うとやめたって本人から言われるんだ言われて、はい、なので、ちょっとあれですね、うん、ペンケースそろそろ変えたいなっていうのは思ってるんですけど、そういうことか。はい、でも物持ちがいいので、なかなか、なぜか変えなくて。いやいいね。7年ぐらい、6、7年使ってるってことだね。そうなんですよ、はい、6、7年。じゃあ、俺なんかプレゼントしようか。うん、俺、この間ね、はい、ファッションセンター島村でさ、はい、たまたま行ったんだけど、うんうん、そしたらさ、あの中山きんに君の、あの筆入れがあって。欲しい筋肉の、筋肉の欲しい、あ、欲しいや、あのカオさんの方が気になる。そう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 、どんななんだろう。そう、あ、それね、じゃあ写真にあげ、はい、あのあげますから、本当に欲しかったらあげますよ。本当ですか。うん、買ったんだけど、あ、使い道ないなと思って。買ったんですか。買ったんだけど使い道、そう、使い道なくて。私筋肉のあのラインスタンプ持ってます。どちらかにあの差し上げます。欲しいって方がいれば。あ、いいですね。あ、でもペンケースね、じゃあ新しいもの探すの、もしあったらお友達と一緒に探したらどうですか。確かに、いいですね。2代目ペンケースね。たまにねだってみたい、私この人だよ友達、まあ、また3月にならないとね、半年後、そうなんですよ ね、 だからね、ちょっとね、そうですね、まだまだありますね、うん、いいですね、はい、可愛 いエピソード、ね、いいですね、可愛かったですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて私行きましょうか。はい、橋本さん何番ですか。はい、じゃあ私は2番でお願いします。はい、2番行きます。なんだなんだ、2番なんだろうな、当たり出てほしいな、このねチェキ欲しいよね、2人のね。はい、2番来ました。私が最近見た夢、ドリバナでございます。ドリバナ、ドリバナか、ドリバナ、そうですね、私最近すごい家族の夢見るんですよ。お、いいじゃないですか。で、なんでだろうなって思ったんですけど、うん、最近私二宮和也さん主演のマイファミリーっていうドラマがありまして、うん、それをネットフリックスで見て、はい、もう面白すぎて2日で10話見終わっちゃったんですけど、すごい、はい、それを見て、それが結構あの、うん、ホラーというか、家族愛をテーマにした作品だったので、それからすごい家族の夢を見るようになって、なんかののかちゃんってさ、はい、見た映像のものをなんか夢で見るとかある？私すごいあるんだよね。 あります、はい、なんか、うん、まさにあの
3月に、うん、今年の3月に温水洋一さんと、うん、共演させていただいた番組だったんですけど、あの同じスプラートの田丸萌幸ちゃんがも出演されてて、うん、その回を見てなんかあの猿に餌やりをしてるシーンがあったんですよね、うん、でそのシーンを見たからかわからないんですけど、うん、その日の夜になんかうちの中に猿がいっぱいいて、うん、こう抱っこしてるんですよ、ね、お世話みたいなことをしてたので、ね、すごい、はい、そうです、まさに映像記憶ってあるよね、ありますよ ね、 ね、ちなみにさ、その二宮くんはさ、うん、どんな役、お父さん役なの？そうです、二宮さんがお父さん役で、多部未華子さんがお母さん役なんです。なるほど、じゃあもしかしたら橋本家の二宮くんがお父さん似てるのかも、似てるかもしれないけど、もしかしたらそういうことか、映像記憶って二宮と父が似てるのみたいなね、それに結びついてるかもしれない。確かに、それに出てきたのかも。そういうことにしといたら喜ぶかもしれないです。だと思います。ニノに似てるような気がします。はい、喜んでますよね。はい、鳥花、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ジーアパーみだくじ、のどかちゃん楽しかったですね。はい、はい、面白かったです。では、リスナーの皆さんに、私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。では、のどかちゃん、早速曲紹介お願いします。はい。スピッツで渚をお聞きください。私、橋本のどかが選曲しました。スピッツで渚でした。Gアップパーラー、アナウンサーのスキルアップのため、果物の知識を広げましょう。そこで今夜はカホさん、若さんへ早押し3択クイズを1問出題いたします。正解できなかった人には罰ゲームとしてリスナーの皆様へモノマネを披露していただきますよ。はい、どうですか、準備の方はお二人ともよろしいでしょうか？バッチリです。バッチリですか、はい、ボタン持ってないですけど大丈夫ですか？はい、ということでですね、はい、本日はある記念日なんですけども、うん、何の日か知ってますか？今日ですか？今日は4月27日です。何だろう、わからない。わかんないですね。かんない、教えてください。はい、ある果物なんですけども、実はスイカの日なんです。スイカの日、はい、そうなんですね、はい、27でツナでですね、この網網が綱のように見えるということで、なるほど、スイカの日ということを言われているそうで
初知りです。初めて知りました、はい、知らなかったです。ではクイズでございます、はいはい、スイカの原産国はどこの国でしょうか。今から3つ言いますので正しい国を当ててください。1番南アフリカ、2番ブラジル、3番インド、1番南アフリカ、2番ブラジル、3番インド。早押しクイズですからね。あ、そうです、はい、じゃあ、早かったのはカホさんでございます。いや、私が、はい、何番でしょうか。回答するのは、はい、2番、2番ブラジル。ブラジル、ファイナルアンサー。イエス、ファイナルアンサー、はい。あ、違うか。ということでチャンスですよ。はい、のどかさん、1番南アフリカ、3番インド、どちらかですからね。はいはい、はい、お、来た。どうだ、はい、はい、1番南アフリカ、1番南アフリカ、ファイナルアンサー、はい、ファイナルアンサー。おー、正解でございます。1番は南アフリカでございます。実はですね、スイカというのは室町時代から日本に来ておりまして、中国から、こちら南アフリカから大陸を渡って中国に来たそうです、スイカってあの西の瓜と書いてスイカとか、うんうん、水の瓜って書きますけど、西っていうのはその、南アフリカのことを指してたという、ね、なるほど、はい、そういう起源があるんですね。そうなんですね。漢字で書くスイカというのはそういうことでございました。なるほど。どうですか、こうフルーツ、この、ね、夏の季節って食べたい時期ですけども、うんうん、フルーツ、好きなフルーツってあります、お二人とも。ちょうど私スイカが大好きで、あ、本当に、よく私うちでスイカを買ってくるんですよ、はい、丸々一個。丸々一個、はい、おばあちゃんと被らない、大丈夫。スイカまだ冷蔵庫に入ったらね、大丈夫です。プリンみたく、さっきの、はい、プリンみたくなんないんですけど、はい、スイカ丸々一個買ってきて、うん、なんですけど、お父さんと弟が、うん、種がめんどくさいって言うんですよ。あ、なるほど。なので私が、一口サイズに種全部除いて、うん、タッパーに入れて、はい、冷蔵庫に入れるっていうのがもう橋本家の夏の風物詩みたいな感じなんですよ。それ私のうちもやってます。うちも、はい、優しいね、はい、ダブル橋本優しいのかもしれません、ね、優しいね。どうですか、のどかさんは好きな果物ってのあります？そうですね、うん、果物結構全般好きなんですけど、うん、最近はメロン、うん、あ、メロンね、メロンを、はい、安売りされてるメロンを買ってきて、うん、なるほど、はい、なるほどね、丸々、まあ、食べて、はい、食べてます、ね、ふるさと納税じゃないんだね、それはね。そうなんですよ、まあ、そこ、あ、ちょっとそれも考えてるんですけど。いや、というわけでね、何か忘れてますけども、あ、そうだ、正解したのはね、はい、のどかさん、はい、惜しくも、ね、不正解なのはカオさんでございます、うん、じゃあカオさん、はい、何のモノマネをしていきますでしょうか。もう、はい、私はスティッチのモノマネしたいと思います。じゃあいきましょう。橋本カオさんでスティッチのモノマネをどうぞ。スッツ。おお、似てる。簡潔にね、一言で。あ、もうクオリティ高かったですね。似てるね。これはもうなんか従来ずっと擦ってきたスティッチ。なるほど。擦ってきた。まさか皆さんの前で披露するとは。いや、とても良かったです。ありがとうございます。いやね、こうやってね、まあ、好きな果物もあるし、スティッチもね、はい、南国の話でしたね、スティッチ、ね。そうですそうです。ね、いろいろね、ちょうどねリンクして。リンクして。いいんじゃないでしょうか。良かったでございます。それではカオさん、のどかさん、このクイズで果物、スイカについてね、詳しくなりましたよね。はいはい。はい。それでは次回のGアップパーラーもお楽しみに。さあ、のどかちゃん、久しぶりの出演いかがでしたか。いや、本当に1時間あっという間で、あっという間だよね、はい、びっくり、リラックスして楽しむことができました。なるほど、ね、ダブル橋元で、ダブル橋元で、はい、お姉ちゃんがいてくれるからね。お姉ちゃん、そうですね、心強かったです。大丈夫ですか。のどかさんのところ、なんか最近学校でなんか留学生ですか、はい、迎えてっていうことでなんかあるんですよね。そうなんですよね、うん、最近は忙しくされてるってことで、はい、それこそまさに、うん、知られざるガリバー、先ほどまで出演していた、うん、知られざるガリバーの、その教授に質問しに行った時に、うんうん、そこの研究室に来てる留学生が2人いまして、はい、アメリカ人なんですけど、うん、白人と黒人で、はい、で、私もこんな機会せっかくないなって思って、うんうん、ぜひ友達になりたいなっていうので、はい、教授からも
ちょっとなんかお世話係みたいなお願いされまして、そうなんだ、大役だ、そうなんですよ。それでうちに、うん、招いたりとかもして、あ、はい、じゃあ勉強しに来てるってことだね。留学っていうのはどれぐらい留学者、もうずっと1年間とかもそんな感じなんですか？いや、短期で2ヶ月、はい、6月7月で来てたんですけど、なのでもうお別れ、うん、はい、来週帰ってしまうので。そうなんだ、はい、ちょっとこの1週間ちょっと寂しくなるね。そうですね、いろいろ思い出作って、確かに、ね、いいかもしれないですね、はい、また最後に会おうと思います。いいね、はい、さっきの車の洗車しちゃった、迎えに行ったって、そのあれですか、ね、友達を、留学生の友達を迎えに行ったってことなんですか？そうなんですよ、はい、まさに繋がってるんだね、話が。そうだったんですよ、一昨日家に呼びました。なるほどね、いいですね。あとちょっとの時間楽しんで、ね、はい、そうですね、ぜひね、焼肉食べたいね。あ、いいですね、いい焼肉をね、焼肉、キムチ鍋でもいいかもしれないけど、ね、あ、確かに、ね、海鮮入れてね、海鮮入れて汗かいて、ね、はい、いい思い出、夏の思い出ということでね、とてもこれからね楽しみですね。あ、楽しみです、はい、ではのどかちゃん、そろそろお別れのお時間なんです。はい、そうですよね、はいはい、皆さん、この番組には公式 X があります。私たちもポストしています、ぜひフォローしてくださいね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してください。はい、ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしております。コーラのマーチさんね、最近果物甘さが増してますねって。確かにね、確かに甘さ増してるね。すごい品種改良されて、ね、すごいなんか甘く種なしとか多くなりましたよ ね、確かにね、これ夏の時にね、キウイとかね、酸っぱいもの食べたりとか、ね、いいですね、いいですね、グレープフルーツとか、ね、いいね、グレープフルーツも ね、いやね、あとね、この後にもおまけコーナー、まあ、ダブル橋本ね、あと4分間見れますので、はい、YouTube ライブでお楽しみください。はい、それでは、はい、今夜のお相手は橋本かほと橋本のどかでお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りしました。はい、はい、どうぞ、はい、改めまして皆さん、こんばんは、橋本かほと橋本のどかです。さあ、おまけコーナー始まりました。始まりましたね。見てくださってる皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、どうですか、このね、毎回恒例のネームプレートを作っていただいてるんですけど、あ、それ見てないでしょ、2人ね。そうですね、ちょっと今、そういえば初めて初めて見てね、いろんな、なんか気になるのありますね。橋本さん、はい、橋本さん、両方橋本さんですけど、井岡さんとかねあのガリバーが寝てますから、ちっちゃくね。そういうことか、ガリバー取材の下で、はいはいはい、あとね、カホさんの方は一番、はい、端はあの MC ですね、 MC、 ラップ MC になってるっていうね、ラップの方の、そっちの本当にあのアリーナ MC で MC 顔で、はい、でもあのカオさん、最近旅行にね、なんかあの行かれてるということでございまして、どうですか、4年生なので卒業旅行を今、うん、あの計画しておりまして、はい、ちょっとあののどかちゃんに聞いてみたいことがあるんですけど、あの旅行ってやっぱ学生だからちょっと値段抑えたいじゃん、はい、その時にどこを高くしてどこをこう木を削ってるのかなっていうのがすごい気になって、はい、なるほど、なんかある旅行のポイントとか、そうですね、でも私結構
宿とか食べ物とかを重要視するかもしれないです、うん、そうなんだ、はい、泊まるところね、そうですね、温泉とか入るのが好きなので、うん、やっぱり温泉あるところがいいなと思いますし、ね、美味しいご飯食べたいので、わかる、はい、そう、私もなるべく、うん、あの交通費とあと宿泊、うんうん、逆に私宿泊は抑えるタイプで、うん、食べ物と観光にお金を使うタイプなんだけど、はいはいはい、そう、最近なんかどこ旅行行くとかある？あ、そうですね、ちょうど来月、うん、和歌山県に家族で旅行行こうかなって思ってます。どこ行くの？和歌山に。和歌山なんか全然まだ計画してないですけど、はい、父が勝手に予約してたので、そうなんですよ、橋本さんどこ行くとかあるんですか？私も、うん、あのヨーロッパに旅行とか、韓国ももう一回行きますし、やっぱり海外旅行をね、この大学生のうちにたくさん行ってきたいなと思って、そうですよね、まあ、でも4年生といえばね、これ絶対あの1回はやる派手紙にはしないんですか本当に迷ってるんですよ、うん、ちょっと金髪してみようかなと、ね、思うんですけど、4年生多いよね、うん、あれあれですよ ね、 すよ ね、 すね、最後に派手紙したことある？いや、ないんですよ、私もそれイメージない、はい、本当ですか？でもまさに4年生になったらやりたいなって思ってました、ね、金髪と、ちょっと皆さん、私が金髪にしても驚かないでください、うん、きっと可愛いと思います絶対誰とは言いませんけども、やっぱ夏ね、あの、はい、派手紙にして金髪にして、うん、ディアップスプランで出た方いらっしゃる、あ、そうなんですね、はい、カツラをかぶって選手されてました、カツラをかぶって全然わかんなかったですよ、全然わかんなかった、そうですよね、また染め直すのも大変ですからねじゃあもう次のジアップスプラウトどんな髪型で来るのか、ようなんで楽しみにしててください楽しみ、ね、いいですね、やっぱね、うん、こうやって2人のダブル橋本また見たいですけどね、うん、橋本さんもね、うん、卒業会がもうありますから、そうなんですよ、うん、だからね、4年生ということです、ね、だからどうですか、卒業をこの2人でやるとかね、うん、あ、めちゃくちゃ楽しい、それやりたいです、ね、それのマネージャーの岡田さんに言っといてください、ね、あ、言っときます、岡田さん、岡田さん直談判しておきます、はい、もう一回ね、ダブル橋本が見られるかもしれないので、もう一回、ね、うん、ぜひね、やってほしいですよね、皆さんね、どうですか、今写真撮るのに夢中で皆さんも返事してくれないんですけど、ね、あの今ね、外にいる方がね、うんうん、ありがとうございます、本当に、じゃあまたダブル橋本が見られるように皆さん祈っておいてください ね、 ね、はい、はい、ではここでお別れのお時間です、皆さんさようなら。